皆さんこんにちは、阿部の生命です。またね、上新道の金井インターチェンジですね。まあ今回はね、まあ、目的地が中野城なんで、まあ最終の出口、まあ、箱田かな、そこまで乗りますね。外気温29度、今日はね、まあ、日差しがない分、まあしのぎやすい一日になるのかなって気はしますけど、どうなんでしょうね。本当にこれ高速道路みたいだね。もちろんね、対向車が来る道だから高速道路じゃありえないんだけど、あとね、グリーンになるとね、まあ、高速の雰囲気出ますよね。ブルーだからね。まあ看板の色ね、標識の色っていうか、音もそうだけど風でしょうかね。まあ、今日の、ね、目的地は中野城町ということで、まあ、五反田学校、まあ、道の駅のね、まあ、霊山竹山、まあ、そういった道の駅があるんだけど、まあ、そこを、まあ、ずっと通り越して、まあ、西の方へ行くのかな、まあ、そうするとね、五反田学校っていう学校があるんですよ、まあ、昔のね、まあ、それをちょっと行ってみたいかなみたいな。で、まあ、五反田学校の撮影が終わったら、まあ沢渡温泉ぐらいまで行っちゃおうかなみたいなね。まあ、沢渡温泉にはね、まあ お蕎麦屋さんで吉野屋さんっていうのがあるんですよ。そして、まあ、看板娘のですね、まあ、中野城小町っていう方がいらっしゃるんですよ。もちろんあれですよ、文字通り看板娘ですよ、看板ですからね。まあそんなわけで、中野城小町さんも、まあ久々に、まあ撮影に行きたいかなみたいな。どうしようかな。お蕎麦ですよね。蕎麦渡温泉。それね、あれなんですよ。群馬ちゃんパスポートっていうのがあるとね、まあ、入浴料が、まあ、100円割引になるのかな。だから300円が200円になるんですね。まあ200円ぐらいだったら、まあ入ってもいいかなみたいな、そんな感じなんですけどね。蕎麦屋さんって一番安いメニューっていうと、まあ盛りそばかなって気はしますけど、今盛りそばの相場ってどのぐらいなんですかね。まあ安いところで、まあ、600円から、まあ、高いところで、まあ、800円とか、まあ、そういったことかもしれないけど、よくわからないですね。めったに外食はしないんでね。あ、そっか、消費税が値上がってるから、もうかなりいい値段するのかもしれないね。まあ成り行き任せっていうことでよろしいんじゃないでしょうか。でもこの道ができて本当に便利になったね。このね、信号がないっ
っていうだけでも全然気分が違いますもんね。まあ、全くないわけじゃないと思いますよ。通ってますけど、作る人っていうのはすごいですよね。まあショベルカーでひとかきひとかきね。まあ駐停車禁止なんでしょうね。地方高規格道路、まあそんな呼ばれ方するんですね。まあピントが合ってますか。壊れてる方の、まあ、ビデオカメラで撮影してるんで、4速に下がっちゃった。箱島っていうとね、まあ、湧水なんですよ。箱島湧水、まあ、榛名湖の水が、まあ、湧いてるのかなって気はしますけど、まあ名水百選みたいな。お、1度下がりましたね。28度。あ、濁らないんだね。箱島なんだね。まあ湧水2キロだね。これ出口直行。いつもね、中之条行くときはね、まあそこの小野上かな、小野上から向こうへ入るような感じ。まあ少し右行って小野上ですよね。155
そんな感じにするんです。ここの一時停止はしっかり止まりましょうね。これはある意味、まあトラップ、トラップっていうか本当になんていうか、まあ、高速道路から出てから、まあ、ちょっとスピードがね遅く感じるじゃないけど、なんか油断しそうな場所ですよね、あの一時停止ね。まあしないとは思いますよ、まあ、きちんと出てるからね。よくね一時停止のね二段トラップっていうのがあるんですよ。二段トラップっていうのは人間の心理を巧みに、まあね、ついてきますよね。一度は確実に止まって、まあ、ほっとしたところにまた会ってみたいな、そこで、まあね、まあまあ、まあ、二段三段構えでね。どうしようかな、一軒、まあとりあえずは先を急ぎますか。でもね帰り道っていうのがね、まあ疲れてるからね止まれないんですよね。疲れてるから止まれないって、まあ、これは吾妻川が下を流れています、まあ、左から右に、国道353です。健康ならばね、この十二ヶ岳登山口っていうのがあるんですよ。こういった十二ヶ岳も登りたいんだけど、ちょっと調子が悪くて山歩きがハイキングができないんでしょうがないですよね。よくね、この小野上温泉は父親が存命中には一緒にやってきたんですけど、そこをね左に入っていくと、まあ幸の湯、小野上温泉センターです。中野城なので直進します。今行こうとしているのは五反田学校、そしてまあ沢渡温泉、そういった予定です。なんかね、いつもね温泉へ行こうとするとね悪いことが起こるんですよ。それがね、まあ、なんかジンクスじゃないけど、まあ、心配なんですよね。佐久間神社みたいなすごく山深い神社も
まあ、行ってみると、まあ、山人がいたりなんかするかもしれませんね。まあ、山人っていうのは、まあ、小外天女をはじめ、まあ、木陰狼だとか、まあ、女妙菩薩だとか、まあ、絹笠狼とかね、そういった方がいらっしゃればまあいいんですけどね。まあ、そこにね、まあ、観音様かな、まあ、説明板がちらっと見えてると思いますけどね、まあ、そこもちょっとまあ寄ってみたいかなって思うんだけど、もうすでに紹介済みの場所なんですけどね。もうここまで来れば中之条町はもう教会がここですね。やっぱり人間は一番最初に生まれた場所っていうのは、まあ、まあ水鳥の擦り込みじゃないけど、愛着っていうものがやっぱりあるんですね。まあ中之条生まれっていうことでね、やっぱりこっちに来るとなんか、まあノスタルジーっていうんじゃないけど、まあいいかなみたいな、そんな雰囲気になりますね。西野駅、霊山竹山。でもこれからまた、まあ私の生まれた産婦人科の天持ち院っていうところの前通るんですけど、今も59年間産婦人科として同じ名前で、まあ営まれてるっていうのはある意味すごいですよね。よく途絶えないですよね。まあ、もしかしたら途絶えてね、名前だけっていうこともあるのかもしれないけど、まあ、そういったことだってないんだろうな。優秀な家系なんでしょうね。うん、こっからもね、まあ向こうの県道からこちらに合流できるんですけど、大きな、まあ、樹齢何百年とか何千年とかいうのがあるんだけど、それが残ってるっていうこと自体すごいことですよね。まあ、近くの行人塚の大欅だって、まあ交差点の整備工事で切られちゃいましたからね。虫に食われたわけでもなくて、まあ人間にバッサリね。今ね、薄く、まあ、台形っていうかな、あれが霊山竹山なんですね。なんか中之条に住んでる時にね、まあ姉と父親が霊山竹山で、まあ記念写真みたいなの撮ってて、ああこういったとこが、まあ、霊山竹山の山頂なんかって思ったんですけど、まあ、なんで私は行かなかったのかなって思うと、まあ、小さすぎて、まあ、歩けなかったんでしょうかね。小さすぎて登れなかったっていうか。
今はね、ご時世的にこういったパチンコ屋さんもなかなか、あ、30度になりましたね。右斜め上、今59歳とか60歳の人で、もう私と同世代っていうか、まあ、ずっとね、生まれも育ちも中野城の人っていうのは、もしかしたら同級生である確率が、まあ、何パーセントかあるのかなみたいな、まあ、そんな気がしますね。みんな立派な大人になってると思いますけど、私がね、中野城を離れちゃったのが、まあ、小学生の、まあ、2年生の終わりで、もうね、まあ、3年生にはもう高崎行っちゃってるから、まあ、ほとんどもう全然記憶も何もないという、まあ、ずっとね中野城で、まあ、小学6年生までいて、まあね、卒業なんかしていればね、また別なんですよね。もしかしたら、なんていうか、同窓会みたいなのにね、名前があればね、まあ、ずーっと、まあ、筑波の友が、もうね、いるっていうこともあるんだけど、もう小学校2年生の終わりで3年生から高崎行っちゃったから、もう同窓会も何もないよね。ちょっとそこら辺は、まあ、寂しいっていうんじゃないけど、まあ仕方ないかなって気がしますね。私がね、生まれたね、まあ、剣持ち院っていうんですけど、でっかい看板が出てるんですよ、真正面、産婦人科、眼科、医療法人剣持ち院、この左側の茶色い建物なんですけどね。まあここでおにゃおにゃおにゃって生まれたんだと思いますよ。元気な男の子ですよなんて言われてね。まあ絶対そこはそのセリフは ありますよね、そういったドラマのシーンにね、もう確実に言いますよね。おもちゃ屋さんのね、
まあ同級生がいるんですよ。でももうおもちゃ屋さんも、まあ、どこのおもちゃ屋さんだかわからなくなっちゃったし、まあ、言えないけど名字は覚えてるんだけど、そこのね文房具屋さんのねちぎり市っていうのがあるんですよね。書いてあるでしょ。まあ足は調整中ですね。まあまあなかなかうまい具合にいきませんね。こんな感じだもんね中野。面白い。つむじ。あ、確かにつむじです。残念でした。ここは観光案内所かな。島温泉だって。ああ、これですね。前橋空襲と戦時の暮らしだそうです。これね200円かかるんだよね。200円払って、まあ、見る価値があると思いますよ、まあ、戦争中のね、本当